はい、どうも、みんなの出来たてご飯駆動、炊飯ジャイルもペジャです。というわけでですね、今日は12月24日というわけでね、クリスマスイブです。というわけでね、まあ、お得系 YouTuber になって初のね、クリスマスなんでね、今日はお得にクリスマスを堪能できればいいかなと思います。まあ、僕はね、シングルベルってことなんでね、まあ、お金も使うこともほとんどないと思うのでね、まあ、これは節約にめちゃくちゃいい感じかなと思いましてね。ということで、今日クリスマスはね、どんな感じで楽しむかというとね、まず一つ目は餃子の王将に行ってね、クリスマス限定でね、総餃祭をやってますのでね、500円ごとに250円割引のクーポンがもらえるというね、お得なキャンペーンを今回2日間やってますので、まず餃子の王将に行ってね、ご飯を食べたいと思います。まあ、クリスマスはね、全くもってなんかチキンとか食べないんですけど、まあ、普通にそれは餃子食べるのもいいかなと思います。で、2つ目はね、セブンイレブンに行ってね、メルペイのクーポンを使って、なんかケーキとか買おうかなと思ってます。はい。今メルペイでなんかめちゃくちゃクーポン排出してんでね。うん。皆さんも使っといてください。12月31日までですからね。あともう一つセブンでビールも無料で引き換えることができるんでね。お酒もビールもね、無料で引き換えます。って感じで今ね、6時半ぐらいに仕事終わってね、帰ってきたので、まあ、早速餃子の王将に向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。行ってます。はい、ということで、餃子の王将で食べてきました。いやー、めちゃくちゃお腹いっぱいになってね、本当に美味しかったです。安定の王将。てな感じで、合計金額がね、今回1580円でした。餃子の王将総餃祭ということで、今回1500円ということで、3枚もらいました。750円分の、はい、クーポンもらいました。で、さらにこれ、餃子1個無料のクーポンももらいました。これはもらえるのはちょっと知らなかったです。はい。めちゃくちゃでかいですよね。はい。てな感じで餃子の王将もね、まあ、いい感じにお得に食べれたと思います。てな感じで次はセブンイレブンに行ってみましょう。どうぞ。セブンイレブンではね、このビール、金麦ですね、金麦の無料クーポンをね、引き換えに行きたいと思います。でですね、今セブンイレブンアプリでね、こんなキャンペーンやってるんですよ。アプリを提示してビール、チューハイを買うとなんか、ザ・プレミアムモルツの無料クーポンが当たるということで、これが25日までね、なんでね、ちょうどあともうちょっとで終わるってことで、ね、これも合わせてね、やりたいと思います。まあ、これが当たればでかいですよね。無料の上にまた無料のビールがもらえるというね。うん。はい。これを当てたい。セブンイレブンというサンタ、プレゼントよろしくお願いします。で、あとメルペイでね、たくさん今クーポン来てるんですよね。うん。松清とかね、いろんなコンビニのクーポン来てて、で、その中にセブンイレブンでね、100ポイント還元されるクーポンがありますのでね、それも使っちゃってね、なんかデザートでもケーキでも買おうかなと思います。ってな感じ、セブン行ってきましょう。これ、あ、本当だ。で割と高くね。2個セット。うん。これ350です。身分証明書の提示をお願いする場合がございます。はい。お願いします。アプリの、はい。で、あと金麦のクーポンもお願いします。支払いはあのメルペイで。はい、ということで帰ってきましたんですけどね、ちょっと今裸なんですけど、今から実は僕お風呂行くんですよ。はい、ではお風呂行ってから動画再開しまーす。いや、このカットなんやねん。
はい、ということでお家に帰ってきてね、お風呂から上がってきました。クリスマスイブをどんな感じでお得に過ごしたか、まあ総決算という感じですね。まず今日の夕ご飯はね、餃子の王将で、払った金額は1580円で、合計750円割引のねクーポンをもらいました。餃子の王将のね。で、あともう一つね、この餃子1人前の無料クーポンももらいました。これもらえるんだ、知らなかったです本当。いや、こんな情報なかったんですけどね。うん、なんでこれもね、また1月31日まで使えるんでね、使いたいと思います。はい、で次はセブンイレブンですね。でセブンイレブンでね、金麦の無料クーポンがありましたので、それを取り替えてきました。はい、これはお母さんの分ですけど。で、あとね、メルペイのクーポンを使って、はい、この声温めますかのね、実際にドラマに出てきたスイーツをね買ってきました。いや、僕もね、この声温めますかの前話見ててね、いや本当にね、久しぶりにあんな王道というか、もうベタな恋愛ドラマを見ましたよ。森奈々ちゃんめちゃくちゃ可愛かった、本当に。まあ、恋する火曜日のアップルグランブルチーズ、税込み300円です。それが、メルペイでね、100円分還元されるんで、まあ、300円払ったんですけど、100円は還元されるという感じです。はい、ってことで、まあ、実際にちょっとこれ食べてみますか。うん。お、結構、なんすか、これクリームとキャラメルソースあるね。あと、リンゴの果実が入ってて。うん、めちゃくちゃ豪華ですね。さすが、300円なだけありますわ。今、10時半なんですけども、こんな時間に、こんな甘いもの食べたらもう出るだわ、絶対に。罪悪感でしかないけど、いただきます。うわ、うまそう。じゃあ、いただきます。うわ、めちゃくちゃ甘くて美味しい。で、そして、リンゴのサクサク感が加わってね、食感も楽しめて、味ももうめちゃくちゃ甘いですし、いやー、やっぱ甘いものって、人を幸せにするよね。あ、で、ちょっとこれチーズっぽさも入ってるんだ。チーズ系だね。そうか、チーズって書いてあるもんね。そうだ。チーズも入ってます。うん。うん、うん。最高これ。うん。なんか一番下になんかコーンフレークじゃないけど、なんだろうこれ。なんか多分クッキー生地みたいなやつが入ってます。うん。お、めちゃくちゃサクサクしてる。うん。てなわけで今日はね、お得系 YouTuber になって初めてのクリスマスでしたけどね。まあ結構お得にね、過ごせたんじゃないかなと思います。皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか？まあ僕はね、クリぼっちではなくお母さんといたので、ね、まあなんとかクリぼっちは防げたんですけど、まあ実質ね、うん、クリぼっちなんですけどね、なことを言ったって。まあでもね、ほんと彼女とかね、友達とかと過ごせなかったんで、マジでほとんどお金かかってないんですよ、一切。なんでその分ほんと節約できたなと思うし、だからまあね、人それぞれいろんなクリスマスのあり方があっていいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずね、もう自分自身が楽しめたらもう OK でしょ。うん、ってな感じです。まあ皆さんもどんなクリスマスを過ごしたか、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。ってな感じで最後までご視聴ありがとうございます。高評価低評価どちらでも大丈夫です。どちらもまあできれば高評価いいんですけど、まあどっちか教えてくれるとありがたいです。チャンネル登録もバシンとやっといてください。ってな感じで、あともう少しでね、お正月ですしね、皆さん体調に気をつけて頑張っていきましょう。それでは皆さん、ご唱和ください。レッツ節約ライフ。こっちだな。うん。はい、ということで、今、昼休み中でね、家に帰ってきたんですけど、なんとセブンイレブンアプリからね、ルーレットの抽選が来てました。なんで、ちょっと早速やってみようかなと思います。さあ、頼むよ。抽選する。頼むよ。セブンイレブンという名のサンタさん。俺にプレゼントを分けてくれ。頼む。当たってくれ。普通に外れた。